皆さん、こんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室へようこそ。日本語の特殊音といえば、嫌な気持ちがする方も多いのではないでしょうか。特殊音は、従来の日本語にはなかった外来語の音を表記するために作られたもので、 正式な発音のルールはありません。そのため、私たち日本人も特殊音をどのように発音すればいいか迷うことがあります。今から団子ちゃんとエビテンくんの二人の会話の中でいろいろな特殊音を聞いてみましょう。 エビテンくん、最近、海外旅行に行ったらしいね。そうだよ。ツーウィークのバケーションでね。そっか、楽しかった超エキサイティングだったよ。おいしいもの。 食べたうんフォアグラのスパゲッティが特にデリシャスだったね普段の生活でカタカナ言葉を使いたいとき外国語の音で発音すると日本人にとっては少し違和感があります。 先ほどの会話を例にすると、英語のトゥの発音は完全に同一の音が日本語の標準語にはありませんので、日本語にある音で当てはめて書くと、ツー、to ツー,ツーなどになります。こうして一つの外来語につき、 様々な表記をすることができるため、どれが正解ということはありません。ちなみに、ツーの場合なら、ツーと書いてあっても、ツーと読むのが自然なのかなと思います。難しいですね。今から、 以下の特殊音の発音の練習をしていきましょう。いえ、うい、うえ、お、ば、び、ぶ、べ、ぼ、か、くい、 くえくグがグいぐえくおせぜけさつセソティてゅ d ぃ、り d と d ど f ファ、フィ、フュ、f ェ、フォ。では、最後に、団子ちゃんとエビテンくんの会話を練習しましょう。私の後に続いて、 読んでみてくださいエビてんくん、最近海外旅行に行ったらしいねそうだよ、ツーウィークのバケーションでねそっか、楽しかった超エキサイティングだったよ おいしいもの、食べたうん、フォアグラのスパゲッティが特にデリシャスだったね。今日の勉強はここまでです。 これからも一緒に頑張りましょう